はい、こんにちは。今日は最近 SSD がね、また安くなってきてるらしいので、まあコスパ良さそうな SSD を今日もまた紹介してみたいなと思います。で、今回紹介しますのは、クルシャルさんから出ている P3 プラスという製品です。PCI Express 4.0 対応の規格ですが、こちらは PCI Express 4.0 の中でもローエンドに位置するモデルです。4.0 ということで、PCI Express 3.0 に比べて性能の期待値は2倍ありますが、これがローエンドモデルでもどこまで速くなるのかっていうのが注目ですね。しかし現在、下位の PCI Express 3.0 規格のモデルでも DRAM キャッシュ採用プラス TLC などという最高の組み合わせのものも存在しますので、このあたりね、どっち買った方がコスパが良くなるのか、より美味しい SSD はどっちかっていうのを比較してみたいなと思います。さて、こちらのクルシャル P3 プラス SSD ですが、PCI Express 4.0 対応ということで、特にプレステ5とか、持ってる人、PCI Express 3.0 のモデルを入れてしまうと認識しないらしいので、こういったまあプレステ5のね、ストレージをアップグレードしたいっていう人にとってはめちゃくちゃいい製品になる可能性がありますよね。デザインで良くないなと思ったのは、真ん中のコントローラーが何度に比べて少し高さがあるんですが、ヒートシンクをつけた時に水平にならないので密着させにくいんじゃないかなと思います。まあ、もちろん他の SSD の製品でも若干の高さの違いはあるんですけども、こいつはそれに比べてももうちょっと密着させにくい感じがします。まあ多分発熱しにくい SSD だとは思いますので、まあそんな気にしなくてもいいのかな。さて、今回比較の中で使っていく、ライバル製品のこいつは以前に動画、全体的なレビュー動画作ってますので、そちらの以前の動画で興味のある方はチェックしてもらうようにお願いいたします。でも今チラッと見たらね、値段的にそんなに変わんないんですよね。で、こちら比較表を作ってみると、期待していたほどのそこまでの差はないようにも見えます。ランダム書き込みが早くなっているので、ここら辺に行きたいかな。両方とも5年間保証ですが、 TBW の低さにローエンドの感じが見えます。メーカーが想定して自由に設定している TBW ですが、メーカー同士の比較の場合は、その SSD の品質はある程度予想できる数値になります。このあたりの低さがローエンド感が少し出てますね。さて、ここからベンチマークの比較を見ていきたいと思います。おなじみのクリスタルディスクマークから見ていきましょう。クルーシャル P3 プラスの方が一回り早くなっている感じがします。やはり特にシーケンシャルリードがかなり早くなっているように見えますね。しかしデータ量が大きくなったとき、ランダムの書き込みの速度低下が P3 プラスの方が少し大きく見えます。記憶シェアプラスを下回ってしまうところもいくつか出てきました。PCI Express 4.0 のハイエンド記憶シェアプロと比べると圧倒的な違いが見えます。次は ATTO、プロックサイズごとの性能測定ができる、ベンチマークですが、分かりにくいので、いつもと同じようにそれぞれのサイズごとのね、テスト結果をグラフ化してね、折れ線グラフにしました。じゃん。 ATTO ではこの規格の違いがすごく分かりやすくて、それぞれリードとライトちょうど倍の性能になっていますね。しかし小さいデータではこんな感じですが、データ量がね、どんどん大きくなれば怖いかないでしょう。じゃあ次は DRAM が乗っていないモデルということで、この DRAM が使えないことによる速度低下の問題を見ていきましょう。 DRAM が採用されていない SSD は QLC のナンドで書き込むと非常に速度が遅くなりますので、その上に SLC キャッシュという領域を作って速度を速くできます。これぞ作れる容量には限界がありますので、わざと大量のデータを書き込んで、挙動を見ることができる HD チューンプロを使って測定してみます。まず HD チューンプロで 100GB 書き込んでみると非常に面白いグラフになっており、クルシャル P3 プラスの方はなんか初めの方からグラフがヒゲのようになってます。リードの方がちょくちょくとヒゲのようになって速度が安定しないような感じになっていますね。200GB 書き込んでみたんですが、このテストにおいて P3 プラスはかなり不安定な挙動を見せました。途中でフリーズします。プチフリーズぐらいなんですけども、5秒ぐらいフリーズしてまた速度戻るっていう感じで、まあなんか見た感じごまかしながら 200GB 乾燥したっていう感じです。インターバル落ちながら速度低下を見せてないような結果になりました。リード速度も不安定に見えるのがちょっと怖いですね。あまりにもひどい結果でしたが、HD チューンプロはまあこいつに使えなさそうな感じなんで、速度の低下に関しては実際にね、大きめのデータを移動してね、また改めて測定しましょう。次はゲーム用に使いたい人も多いと思いますので、ゲームのベンチマークを測定してみます。3D マークです。ゲームのロード保存とかインストールなど、実際のゲームプレイの環境をテストすることができる便利ツールです。ゲーム用のストレージとして使いたい人は必見。全体的な数値はわずかに上回りましたので内訳を見てみましょう。しかしこれを見る限りは P3 プラスがすでに勝てるとは言い難い感じがします。むしろゲーム用ストレージとしては一番欲しい、ゲームのロード時間短縮で待てているのがちょっと微妙ですね。トータルスコアを押し上げたのが一番最後のゲームデータの移動です。
書き込み速度の速さで P3 プラスが全体スコア勝利したというところですね。ここ少し驚きですよね。 DRAM レスなんで書き込み遅いかなと思ったんですけどね。なんか変に期待しちゃいますね。それでは次は FF14 のベンチマークです。各シーンのロード時間を測定してくれます。これもグラフを見ると P3 プラスの価値ですね。フル HD では 0.5 秒くらいの差なので、ほぼ差はないと言えるんじゃないでしょうか。さてここからは先ほど言ったように DRAM がないというところで少し懸念がありますので、大量のデータの書き込みをして完了までにかかった時間を測定してみましょう。データコピーに使うのは大きめのサイズの動画ファイルとゲームファイルです。この2つで書き込みと読み出しを完了するまでにかかった時間を測定してみたいと思います。ようやくここで P3 プラスの良さが出てきました。タイトル1本ぐらいのデータ移動であれば PCI Express 4.0 の P3 プラスがなんと圧勝します。書き込みでも勝てたのが非常に素晴らしいと思います。さすが上位の企画っていう感じですね。しかしながら SSD 使ってる時には必ず半分以上はデータ中に入ってる状態だと思います。 SSD は特にこの DRAM レスになってくると容量が圧迫されている状態で使うと、非常に速度低下に、つながったりする可能性が高くなりますので、わざとこの容量を半分ね、埋めた状態で同じテストをしてみたいと思います。そうするとやはりこの DRAM レスの P3 プラスの弱さが見えてしまいました。予想通りの結果ですけどね。速度がめちゃくちゃ低下して時間がかかってしまいました。データがある程度入っていると SLC キャッシュが十分に使えず、データが QLC 難度の遅い速度になってしまいました。インターバルを3時間も置いたんですけども、書き込みは全く使い物にならない感じでしたね。 50% データが入っている時に QLC 低速モードが 75GB 程度の書き込みでも発生してしまいます。この SSD にゲームなどのデータを移動するときは処理完了まで放置する必要がありますので、寝てる間にやるとかいう感じになります。そもそも半分ぐらいデータ入ってる状態が SSD の普通って考えると、これが真の姿でしょう。こういったベンチマークテストをする場合、何度か同じテストをしてあまりにも平均から剥離のあるデータは省いてるんですが、今回この SSD のレビューにあたって一番気になった部分は、使用率が 50% の時に書き込みが低下するのは当然なんですが、読み込み速度もかなり遅くなっているということです。他の SSD でこういうことは稀だったのですが、ソフトウェアとの相性以外の可能性を考えるとかなり不気味な動きになってます。先ほどの HD10 Pro 200GB を走らせた時に、確かになぜか読み込みの方も低下しているように見えましたので、何かしら読み込みにも影響があるんですかね。今まで理論的にはこういうものっていうのは書き込みにだって影響があるとずっと思っていたんですが、今回初めてこういう結果が出ました。読み出し速度が低下するっていうのは結構稀なケースなので、気になったんで一応紹介はしておきます。ちなみに受け側は FireCUDA 使ってますので、こちらの書き込みが低下してるっていうのはあまり考えられないと思います。データの移動だけで考えてみると P3 プラスは待ててしまったと言ってもいいと思います。価格がね、それぞれそんなに差がない上に、アドバンテージになる部分の数値で圧倒しているわけでもありませんからね、ここのマイナスポイントが非常に大きいのではないでしょうか。 3D マークとかのゲームテストやゲームの移動でも差が出ているので、この時点で PC ゲーム環境では記憶者プラスを選ぶ方がいいんじゃないでしょうか。さてそれでは温度の測定をしていきたいと思います。ローエンド向けということでここが期待ですよね。ただ比較対象の記憶者 SSD は温度計がね、なんと何度ではなくコントローラーに乗ってるという余裕ぶっこいてる仕様なんで、ソフトウェア比較することができません。なので直接温度計でね、測定して比較をしてみました。両方ともクルーシャル P3 プラスの方が全体的に温度が低い感じになりました。コントローラーもそうですが、難度の方も差があります。普段ソフトウェア上の温度計で表示されやすい難度の方も約 5.6 度ぐらいですかね、差がありました。上位の PCI Express 4.0 でありながら温度が低い結果です。コントローラーの温度にも結構差があります。このあたりの温度の差は基本その採用しているコントローラーがどれだけ世代が新しいかというものと、あとはヒートシンクなしの状態で使っていますので、発熱した時にどこの温度でブレーキをかけるかという各メーカーの設定にもよります。記録者の場合は78度ぐらいにブレーキをかけるように設定していますからね。逆にこのブレーキが強すぎるとパフォーマンスが低下するという形になりますが、今回クリスタルディスクマークを使って P3 プラスを走らせたところ、一周ではブレーキが急激にかかっているような状況にはなっていませんでした。特にプレステ5だとね、ヒートシンクの形に制限がありますので、ここは非常に嬉しいポイントですね。
さて価格ですが、お互いまあじりじりね安くなっていってるっていう感じですね。現在価格はエクセリアとほぼ同じなので、同じ価格であればね、用途に合わせて高性能な方を選びたいですね。いろんなテストを通じて不安定な部分が多かったクルーシャル P3 プラスよりも、まあ、エクセリアプラスを選んだ方がいい場合が多くなるんじゃないかなと予想しています。この価格表を見てみると、そうですね、そんなに差はないかなっていう感じです。で、特に 1TB に関しては、まあ、ほぼね変わんないですよ。通常価格がね最低の価格に近いっていう感じだったので、それ見ると、まあ、1テラだったらそんなに変わらない。というか、1テラに限っては、エクセリアプロもめちゃくちゃ安いですよね。ハイエンドとは思えないぐらいの価格になってます。2テラになるとかなり差がありますので、ここはね、少し考えさせられるところではありますよね。ただ、どちらも価格でアドバンテージを取っているということではない感じがします。はい。それでは、結論まとめてみましょう。表面上の数値はもちろん PCI Express 4.0 の方が、PCI Express 3.0 のねハイエンドよりも上回っていましたが、肝心の PCI Express 4.0 の旨味であるゲームロードではね上回ることができない場合もありました。データ転送でも現実的な使い方でテストしてみれば DRAM レスと QLC 難度のために、Xperia Plus に負けてしまう、状態になります。 QLC モードがねもちろん発動してしまう可能性がありますので、まあ、こういったね使い方をするときはやっぱり DRAM ありの方がいい。最大の利点は PCI Express 4.0 の規格なんで、プレステ5などの対応的に使えるということなので、まあ、ここはね、絶対に使える規格をね、選ばないといけないところなので、まあ、アドバンテージというか、まあ、選択肢になります。サーマルパッドが水平にならないガタガタのデザインには、まあ、多少不満はありますが、発熱が非常に低いので、ヒートシンクなしでも問題なく使えると思います。ここがいいポイントですよね。なのでプレステ5には最適かなと思います。ヒートシンク制限あるしね、まあ、蓋閉めるからね熱こもりますからね。ただプレステ5で使っても、まあ、ゲームのね、移動時には遅くなるでしょうが、ゲームのダウンロード速度がねそもそも時間かかりますからね、書き込み速度がね、まあ、そこまでね爆速でも、あまり必要ないっていう感じになってしまいます。まとめると、基本はそんなになんか飛びついて買う必要もないのかなと思う、そんな製品でした。安心の DRAM 搭載と TLC 難度を採用している、まあ、Xperia Plus とか、あとは SK Hynix の、なんだっけ、P31 だっけ。間違えた。ごめんなさい。そちらを買う方が、やっぱり未だに幸せになれるのかなと思いました。で、クルーシャルのブランドを手に入れたい人とか、PCI Express 4.0 の規格がね、かっこいいなと思う人はいいかもしれません。確実にね、メリットがあるのは、まあメリットというか、規格上の選択肢がね、なくなってしまいますので、まあプレステ5用のストレージかな。いいポイントは 4.0 の規格にもかかわらず、まあヒートシンクなくてもね、発熱がそんなになかったっていうところですね。ここはいいですね。なので、まあ、この製品を買う、まあ、理由としては、まずプレステ5で使いたい安めのストレージが欲しいっていう人と、まあ、なるべくヒートシンクとかを、つけずに使いたい。で、まあ、パソコンで使う場合は、どうだろうね。まあ、プレステ5用でしょうね。まあ、かつてはウェスタンデジタルから SL750 だったかな。これも間違えたらごめんなさい。750だったと思うんだけども、ザ・プレステ5用のストレージみたいなものが、めっちゃコスパいいのが発売されてて、でこれがねめちゃくちゃ人気があってね、すぐに在庫がなくなってその後売らなくなったっていう感じで、今まあウエスタンデジちゃんの場合はコスパいいのは、まあ、770とかになるのかなと思うんですけど、ただそこがね、このクルーシャルのね多分 P3 プラスぐらい安くはなかったと思いますので、そう考えるとゲーム機用にはね選択肢になるかなと思います。ということで今日は、PCI Express 4.0 なのに、PCI Express 4.0 なのにローエンドとしてね、発売されているコスパがいい、ティアですかね、クルシャルさんから出ているね、ものを紹介してみました。とにかく SSD むちゃくちゃ安くなった。そろそろこの金額やったらなんか 2TB ね、ちょっと前までなんか 1TB が標準やったけども、そろそろ 2TB を標準に買っていってもいいんじゃないかなと思います。まあ、ハイエンドはちょっとまだ高いですけどね。価格見てみるとそんなに2テラとね、変わんないですもんね。まあ、この価格差やったらもう今は2テラが結構美味しくなってきてるのかなと思います。まあ、特に2テラバイトにすると SSD はまあほぼ全製品に言えるのは、性能がね、リードもライトも上がる。そして寿命もね、上がるという、メリットだらけしかないので、単純に容量でまあコスパの良さを見てみると、まあ、これからは、一応倍額になってないというね、ことで、ここを見るだけでも2テラバイトをね、これから標準にしていく方がいいんじゃないかとも、思います。で今日は久しぶりに SSD の、レビューをしてみました。ちょっと、溜まってたんですけど、やること多くてなかなかできなかったですね。あと何個か、種類あるんですけども、あまりね、時間を置かずに順番に、アップしていきたいなと思います。それでは今日は久しぶりにクルーシャルの SSD、紹介してみました。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それではいい自作ライフをお過ごしください。
まあ、実はいつも寝室に使ってる部屋がですね、まあ、パソコン部屋にしてるんですけども、クーラー潰れまして、この動画撮影だけでも1時間近くかかってるんですけど、クーラーなしでずっとやってます。まあ、気温多分30度超えてますけどね地獄もうこの季節にね、クーラー頼んでも多分業者さん来るのめっちゃ時間かかりますよね。余裕で30度超えてる部屋の中でね結構これ1時間ぐらい喋ってると結構しんどいですね。しかも後ろにね、グリーンバッグ置いて、なんか壁になってて、で、窓も声漏れへんように閉めてるから、暑い。なんかちょっとサウナみたいな状態で撮影してます。ちょっと、早くクーラー買うわ。暑い。